はい、こんにちは。今回もまた慶心譚の時間がやってまいりました。前回に引き続きこちらの慶心譚のパンフレットから、少し、ご紹介をしたいと思います。このパンフレットは、慶心譚を初めてお買い上げの方にはもうほぼ必ずと言っていいほどお渡しをするものです。慶心譚を作っている犬伏製薬さんという会社の方からこちらはいただくことができます。まずこれね、見開き3つにね、折られています。3つ折りのパンフレットです。今回はこの慶心譚に含まれる生薬というところを読んでいきたいと思います。はい、はい。こちらが慶心譚に含まれる生薬というページのね、全体像ですね。こんな感じで、お写真等々も載っています。はい、まず右の方を見てみますと、気を補い通し巡らせますというふうに書かれています。これが慶心譚の働きですね。そして慶心譚のお写真です。こんなにペタンとね、薄い茶色い、これが慶心譚ですね。そしてその下を見ていきますと、補うというね、グループですね。人参、長寿、生姜、牛タン、胃腸、かっこ気の発生源の調子を整え気を補いますと書かれています。お写真の方は朝鮮人参と、そして長寿の写真ですね。そして、じゃあ左の上の方を見ていきますと、これはトースという方のグループですね。蛇行、五王、流脳、気の通り道、かっこ中医学で経絡、これを通します。血管が詰まると心筋梗塞や脳梗塞になるのと同様、経絡が詰まると心身の不調をきたしますというふうに書かれてますね。お写真の方は蛇行と、そして五王のお写真が載っています。続いてその下を見ていきますね。めぐるという、ね、字が黄色い文字で背景に書かれています。こちらの生薬はサフラン、人工、干渉、香節、木工、経皮ですね。成分が胃腸で吸収されるのに加え、香りで気を巡らせます。この手の生薬が多いのが慶心譚の大きな特徴です。そしてお写真は綺麗な紅色をしたサフラン、そして人工の2つの写真が載っています。はい、ありがとうございました。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。